今夜はどんな素敵な人に会えるかな。この放送はご覧のスポンサーの提供でお送りします。皆さんこんばんは。時刻は午後6時を回りましたね。日に日に春めいてまいりましたけれども、皆さんいかがお過ごしでしょうか。この番組小倉講師の今夜も素敵な人というですね、私オグリンことシャンソン歌手の小倉講師が毎回ジャンルを超えました素敵なゲストをお迎えしまして、人生を楽しむコツなどをね伺っていきます。番組の後半にはですね、素敵なプレゼントもございますので、最後までごゆっくりとねご覧になってください。さて今月ですけどもね、私7日の日に台湾に渡ってまいりました。台湾ではね3回目となる小倉講師コンサート in 台湾2024をね開いてきました。今回は台湾の方にね大勢お越しいただきまして、本当にね嬉しかったです。台湾の方はね本当に優しくて、そして歌好きな方が多いのでね、歌いがいがねありましたよ。もうこんな格好で歌ってますけどもね、引き続きね11月8日の日なんですけども、25周年コンサート in 台湾を開くことが決定しましたのでね、また皆さんぜひお越しいただきたいと思いますけれどもね、そしてですね、今回の番組にはたくさんの方からイラストやメッセージをいただいています。まずはねうさぺんさんからいただきましたね、このイラストをご紹介しましょう。今日のゲストの高校生芸人の石黒四平さんと私、そしてうさぴょんさんがね傘回しをしている絵ですね。四平さんはマス、私はバラ、そしてうさぴょんさんはね人参を回してるんですけどもね、バラが一番難しいと思ってくれる、私が一番難易度が高いんじゃないかと思いますけどもね、毎回ね楽しいよね。ありがとうございます。また次回もお願いします。そしてねメッセージを紹介しましょう。早速ね台湾の方からねメッセージ来ました。台湾のようちゃんからはですね、初めて小倉さんの番組を拝見しました。優しい声で最後まで楽しく見させていただきました。そして富士山の綺麗な写真は心が気持ちよくなりました。3月7日に台湾で開催した小倉さんのコンサートを見に行きました。とても素晴らしい声でした。曲についても詳しく説明され、難しい歌だったんですが内容がよく分かりましたというね情報をいただメッセージいただきました。そして埼玉の美子さんからですね、今回カタログや雑誌に掲載されている撮影用の空間を作るのがインテリアスタイリストという仕事だと初めて知りました。2月のゲストの久保川勝也さんはインテリアスタイリストとして見ている方に興味を持たせるには十分な魅力的な空間を作り雑誌を飾っていらっしゃいましたねというメッセージをいただきました。そして静岡の NY さんからは富士山の写真が素晴らしかったです、ぜひこれからもお願いしますというねメッセージをいただきました。本当にねお忙しい中メッセージを送っていただきましてねありがとうございます。こういったメッセージが励ましになりますのでね、また次回もお待ちしております。では最初のコーナーに行きましょう。今夜の素敵なゲスト、まずはメインのコーナーの今夜の素敵なゲストからスタートです。このコーナーではですね、ジャンルを超えました素敵なゲストを毎回スタジオにお迎えし、最近の活動の様子や、人生を楽しむねコツなどを伺っていきます。今夜はもう本当にずば抜けて若い方が来ましたね、高校生芸人の石黒四平さんをスタジオにお迎えしました。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。若いね、肌が違うね、もうやっぱりねピチピチです。ピチピチ自分で言っちゃうとか、まあいいねはい。お年はいくつですか。今18になりまして。18歳。はい、ね、もう自分なんかはるか昔のことだよ、18歳なんていうとね。そして芸人、もう18歳で芸人、はい、すごいなと思いますけどもね。ありがとうございます。いろいろ聞いていきましょう。はい、まずはご出身はどちらですか。出身はですね東京都国分寺市でして、うん、国分寺、はい、はい、で国分寺で何歳の時に生まれたんだっけな、0歳の時生まれまして、でそうですね、芸人の父親のもとに生まれたんですよね。うんうん、で子供の頃からね、父親のショーを生で見て、いや本当に面白いなっていつも爆笑してたんですよ。うんうん、父親みたいになりたいなと思って。で3歳の時に父親にちょっと私も芸人になりたいって言ってですね。
サンサン覚えてる？いやあんま覚えてないんですけども芸人になりたいなみたいな感じで言って、ええ、それでそっからですね最初パントマイムをね、うん、教わったんですよ。まずはパントマイムだった。こういう感じで、あら壁が出てる、あら壁が出てるみたいな感じでですね、はい、顔もそんな感じ、顔もまあこんな感じで生まれつきこんな顔なんで、写真ありますかね、3歳の頃の写真なんですけども、3歳の写真見ましょうよ、はい、若いですよ、今も若いんですけども、あら可愛いじゃないですか、おかっぱ頭ですね、はい、左の人は誰ですか石黒三平、父親でございます。お父さん、はい、父親にマイク持ってもらってね、うん、これは多分挨拶してるんですよ、今からパントマイムやります、うん、みたいな。これどこで会場だったんですか？これは両国第一ホテルだったと思います。いきなりホテルがデビュー曲、はい、デビュー曲じゃデビュー、デビューしたと。あ、第一ホテル両国だ。まあどっちでもいいんですけどね。すごいな、はい。で最初、うん、まあこういう壁を覚えて、うんうん、であとまあエスカレーターのパントマイムとかもいろいろあるんですけども、そういうのやあったね、そういうのもね。存じていただいてるみたいで。一回私もやらされたけど下手すぎて怒られたとか、ね。それで。まあ、さあパントマイムでその後マジックを教わってでですねもう、うん、やっぱすごいウケるんですよ子供なんで、うんうんうん、でもなんかこうおひねりがねすごい飛んだのを今覚えてますね、とてもね。そんな生々しい話はいきなり生々しいですけども稼いできたね、はい、でそうですね、そっからもう子供の頃からいろんな舞台立ってきて、で小学校3年生ぐらいから、うん、傘回しの芸を習得いたしまして、これも父親からなんですけども、うん、まあそれね、はい、お父さんはまずどんな方だったんですか、どんな芸に長けてる人だったんですか。父親はすごい太ってますね。やっぱ太ってるね、はい、あ、芸ね、芸はですねあのお笑いパフォーマンスっていうので、うん、なんていうの、名前でやってて、うん、いろいろまあ傘回しとあとパントマイムとマジックを融合した芸人なんですよ。うん、だから本当にもう、うん、どんなところで活躍してる、まあ、今もしてる方ですよね。今もしてるんですけども、うん、まあ、やっぱ企業パーティーとか、うん、あとやっぱお祭りとかでは大人気ですね、うんうんうん、なんかもうお祭りとかですごい活躍してて、うん、ゆるキャラっぽいんですよ。ゆるキャラ、はい、なんか太ってるしなんか可愛いんですよね、うんうんうん、だからみんなから子供から三平ちゃん三平ちゃんって慕される めっちゃ噛むんですけどすごい慕われるキャラクターでですねもう本当にあの保育園とかお祭りにすごい呼ばれてるのが父親ですね、うんうん、そんなねツーショットがありましたよ、なんか新幹線の前で撮った写真がね、あ、かわいい自分で言うのあ、でもなんか三平ちゃんも目つぶっててかわいいな、うんうん、ね、お父さんは三平ちゃんと呼ぶの、はい、お手三平ちゃんって呼んでますね。お父さんはなんて呼ぶの、なんて呼ぶかな、あ、でも四平とか、あ、四平落ちたみたいな感じですね、これはどこに出かける、公園に行くところ、これはそうです、公園に行くところで、うんうん、小学校4年生の冬休みですね、うんうんうん、あの和倉温泉の加賀屋さんっていう、はい、あの有名な、あの有名な日本一の旅館なんですけども、うんうんうん、そこで、初めて四平が出演する時、うん、金沢に着いた瞬間の写真ですね。金沢なんだこれね、はい、私の時には金沢まで新幹線なかったから、あ、そうなんですね、つい最近だね、ね、つい最近だと思いますそうだよね、で父は加賀屋の専属芸人で、うん、もう30年以上加賀屋でショーやってて、うんうんうん、でなんか、うん、四平も、まあ、ある程度傘とかコマ回しとかもできるから、うん、三平四平で加賀屋でやろうって言ってくださって、ね、それちょっと戻すと小学校3年の時にコマ、あ、傘回しやってた時、そうですね、小3の時傘回しコマ回し皿回し習得して、うん、で小4のこの写真の時に加賀屋でデビューいたしまして、うんうんうん、で加賀屋ってそうですね1日4回ステージなんですね、で宴会場を3カ所回って、その後にあの大きい 劇場があるんですけど、そこで1回三平四平ショーを行うっていう感じで、4回も4回、それ どれくらい期間は、期間はこの初めての時は2週間ですね。2週間、はい、でも夏休みとかも行ったんで1ヶ月だったりとか、1ヶ月で多い時は1日5ステとかもありますので、休む暇がないじゃん、暇がないですね、はい、お父さんもね、頑張ってる割には太ってたね。そうですね、もうずっと頑張ってるんですけどなかなか痩せないっていうね、はい、で私は反面教師で結構痩せる努力を頑張っております。あら、18だから太るはずがないじゃないの。確かにそうですねでもオグリンもすごい痩せてますねとっても。収入に合わせるとこんな感じです、ね、はい、でお父さんのからね芸を教えてもらったと思うんですけど、厳しかったんですか。それがめちゃめちゃ優しいんですよね。優しい、はい、うん、っていうのもやっぱり
父親に無理やり芸をやらされたとかじゃなくて、うん、なんか私の方から芸を教えてくれって言ったので、うん、なんかもう、あ、分かった、じゃあ傘をこうやって回すんだよって、で最初はじゃあ風船から回そうかみたいな、もうほんとゆるゆるで、でなんか毎日稽古を重ねるとかじゃなくて、うん、なんか寝る前にじゃあ5分ぐらい風船回そうよみたいな感じ、ほんともう稽古稽古って感じではなくてですね、適当に教えていただきまして、うん、なるほど、はい、なんか指定関係だとね、親子でも厳しいじゃない、厳しいですね、うん、なんですけどめちゃくちゃ緩いです。でどっちかっていうとね、私の母の方が厳しかったかもしれないですね。お母さんが、はい、お母さん何やってた人なの？母はもともと劇団で女優やってまして、うん、でなんだろうな、あのウイロウリを覚えなさいとかですね、うんうんうん、でウイロウリ の私読むんですけど、なんかそここう読むのとかすごく厳しい母親の方がなんか厳しいっていうねまあでもそこがまあバランス取れていいんですけどいや、なんかその芸能をやる時もお母さんがこう毎日やりなさいとかそういうことはなかったの？なかったですね。でやっぱなんかウイロウリはすごい厳しかったの覚えてますやっぱ女優さんなんだね、そういえばね、初ステージの覚えてますか？なんか、あ、さっき受けたって言ったけど、こうだんだんこう人がね、こう反応が増えてくると、はい、面白くなってくるよね。いや、面白くなってきますね。だから、ヨンペイちゃんっていうのはやっぱ覚えてるんですよね、頭で。うんうんうん、初舞台の時ってね、すごいなんか刺激的だったので、うんうん、で、周りのね、3歳の仲間、みんな遊んでる中、うん、私だけ舞台に出てるっていうすごいなんか優越感に浸ってましたね。優越感、俺は幸せ者だみたいな舞台に出れる幸せだって。ねえ、はい、今日はね、いろんな写真をね持ってきていただいたんで、次の写真見ましょう。はい、これは、あ、これは中学校1年生の時の写真。ちょっと分かりづらいけど、あの左に人は誰ですか？これ香取慎吾さんです。香取慎吾さん、スマップの香取慎吾さんがですね、なんといきなり浅草東洋館にいらっしゃったんですよ、うん。何をしに来たの？取材ですね、うんうん、で一応この番組が君まろ TV っていう番組で、うんうん、君まろさんと香取慎吾さんがいきなり東洋館にいらっしゃって、でなんかいろいろさ、なんか君まろさんは父のことをすごい知ってるので、うん、三平はどこだって言って、三平は今舞台に出てますって言って、四平なんか、あ、かわいいなみたいな感じですごい褒めていただいて、うん、でその後にキメモロさんじゃない、だって慎吾さんに直接また別で取材して、あの背中がこの一番手前の人がヨンペイ君ってことだね。そうですね、塩ビ服着てるのが私ですね。どうだったか、慎吾さんは。そうですね、すごい、うん、なんか顔が大きかった。顔がでかいあ、すごい顔が大きかったのが印象的でしたね。で、なんか、うん、確かこれ受けてる時に、うん、ヨンペイ君、君もろさんみたいになりたいですかみたいな質問されて、うん、で私はそうですね、君もろさんみたいになりたいけど父親みたいになりたいですみたいな、なんかことよくわかんないこと言ったんですね。でそしたらなんかそのシーン全部カットされていい話じゃない？いい話。お父さんみたいになりたいっていい話だね。なぜかカットされた。カットされちゃったっていう、まあでも嬉しかったですね。こんなもう50センチに君まろさんじゃなくて慎吾さんいらっしゃったんで。握手、あ、だって握手かな、それでしょ、だって握手しましたね。手も大きかったです。いい思い出がねありますけど。初テレビだったと思います。初テレビ。一応まあ、うん、カットされましたけど、一応君まろさんに声かけられてるところは放送されたんで、うんうん、結構当時話題になったんですよ。浅草にはこんな中学生がいるんだって、こんな芸できる中学生見たことないって言って。中学生芸人。話題になってました当時は。でまあ、今芸歴は15年ということですけど、はい、15年ですごいよね、3歳だから15年だけどね、はい、どんな芸が種類ってどんな種類あるんですか？そうですね、今はまあパントマイム、傘回し、皿回し、駒回し、あとお笑いマジック、うん、あといろいろやってるんですけど、最近だとやっぱ中3あたりからかな、中3から紙芝居っていうのを始めまして。昔は紙芝居してる？やってますね。やってる、はい。どこでやってるの？いつも浅草のお参り町通りっていう通りで、うんうん、紙芝居師としてデビューしたんですよ、うんうん、で浅草に源五郎さんという紙芝居師がいらっしゃるんですね、うんうんうん、もう何十年40年以上浅草やってる方がいて、はいはい、で中3の時、うん、なんだっけな、散歩してたら浅草を、うんうん、源五郎さんが紙芝居やってるの見て、うん、あ、自分なんか紙芝居できるなと思って、その時に
ちょっと源五郎さん弟子入りさせてくださいとか言って、そしたらあいいよって言って、そっから紙芝居を知っていただいて、優しい人たちばっかりだね。はい、浅草大好きです本当に。ということで、なんと今日は紙芝居を持ってきてくれたということなんですね、はい、今日は紙芝居、こちらヨンちゃんという作品をやりたいと思います。誰ですかヨンちゃんは。ヨンちゃんは私です。あ、私ね。そう、私が7歳の頃のエピソードでございますよ、はい、ほとんど自伝みたいな話ですね。そうなんですよ。その写真もあったね。あの紙芝居、じゃあ先にちょっとやらせていただきます、ね、はい、さあ今ねちょうど同じ服を着ております。それではヨンちゃんスイカの巻、始まり始まり。あ、もうこの紙芝居は本当浅草じゃなきゃ見れませんので、うんね、ぜひ皆さんこれテレビでしっかり見ていただきたいと思います、はい、こんにちは、僕はヨンちゃん7歳です。さあ今日のパパのお土産は夏ということで大きなスイカです。わあ、スイカは美味しいなさあヨンちゃんがスイカを食べておりますとお父さんです。ね、ヨンちゃんね、あのスイカの食べていいんだけどさ、種は食べちゃダメだよ。頭からスイカの芽が生えてくるからね。そんな生えてくるわけないじゃん。さあヨンちゃんがそう言っておりましたけども、その夜のことであります。いつものようにコマを回して遊んでおりました石黒ヨンペイ。あれ、てて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 て、なんだか急に頭が痛くなってきました。あれ、頭が痛いぞ。あれ、風邪かな、新型コロナウイルスかな。あ、頭が痛くなってきたんです。その時ヨンちゃんの頭の奥からなんだか不気味な低い声が聞こえます、うん、スイカになってもいいでスイカ、スイカになってもいいでスイカ。浅草でやってますと、ここで子供がキラキラと笑うんです , 笑っていいかどうか真剣に見てたからね、はい、いいでスイカ。え、誰かなんか言ったの。さあヨンちゃんは怖くなってお母さんの元へ向かいます。ヨンちゃん頭どうしちゃったの。なんとヨンちゃんの頭から大きなスイカの芽が生えておりました。あれ、なにこれ。ヨンちゃんお母さんびっくりです。ヨンちゃん、それ おもちゃよね。おもちゃじゃないんだよ、抜けないんだよ、どうしよう。さあヨンちゃんはびっくり仰天、どん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 伸びていきます。助けてー。そう、もうヨンちゃんの頭からもう木がすごい生えておりますよ。え、僕はどうなっちゃうの、助けてー。ガラ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 。さあ家が壊れてしまいました。お父さんとお母さんは全速力で逃げてゆく。早く逃げよう、早く逃げよう。さあヨンちゃんはどうなっているのでしょうか。なんと彼までスイカになっちゃっておりました。いやー、僕はどうなっちゃうの、死んじゃうの。床に倒れたヨンちゃん、どんどん意識が遠のいていく、うん、そして遠くの方であの低い声が聞こえます。スイカになってもいいでスイカ、スイカになってもいいでスイカ、スイカになってもいいでスイカ。ヨンちゃんは最後の力を振り絞って叫びました。いやだー、わ、夢か。夢、なんと今のは夢でした。皆さん、スイカを食べるときは種を食べないように気をつけてください。どうもありがとうございました。すごいね、自分で描いたね、絵も。絵は父親なんです。お父さん多才だね。はい、絵も描くしもうマジックもやるしという、ね、子供も喜びそうだね、今のね。そうなんですよ、ね、スイカの話ね、よく言われたよね、昔ね、言われました ね。そんなヨンペイさんはですね、いろいろな賞を受賞してるということで、ちょっとね、次の写真いいですか。これは天陽ジュニアマジシャンビデオコンテストというですね、うん、マジックのコンテストが2020年行われまして、うん、なんと私グランプリを受賞させていただきました。結構な大会ですか、これ。結構な大会、はい、結構もう天陽のコンテストって言ったら、うん、もうすっごい数の応募がある、うん、もう大規模なコンテストなんですけども、うんうん、で私中学校2年生の時、うん、あ、中3だったかな、中3、はい、受賞させていただきまして、で当時もうマジック業界をざわつか
かせました。あの顔がまたすごいね。そうですね、顔がまたおじさんなんですよ。これ何マジック何してんのこれ。これは長さの違うロープが同じ長さになるっていうネタをやってるんですけど、 目の錯覚じゃなくて、錯覚じゃなくて本当に伸びるっていうそういうネタがありまして、でマジックももちろんすごいんですけども、うん、キャラクターがすごい良かったみたいで、うん、こんなにおじさん臭いマジシャンいないよってなりましてねえすごい。で次の写真に行きましょうよ。はい、あこれはまたガラッと変わったね。そうですね、これは紙芝居の単独ライブですね、うん、浅草で2021年から22年ずっと、路上でやってたんですけども、うん、毎週、うん、だんだんファンが増えてくるんですよ浅草で、うん、だからもう単独ライブを毎月やろうと思って、うん、2021年12月22日、うん、一番左の写真が初めての単独ライブで、でも毎月やればやるほどファンが増えていきまして、今もやってるの。今最近やってないですね、ちょっとマジック集中やってまして、はいはいはい、次の写真また面白い方と言いましたね。これはこれは根づちさんが横にいらっしゃるんですけども、ね、これも一応マジックの、なんていうのかな、日本マジックパなんか書いてあるね、はい、ファンデーションコンテストじゃなくて、うん、あ日本の2022年最も活躍したマジシャンに与えられる、うん、ジャパンカップルーキーオブザイヤー賞というのをいただきまして、ルーキーオブザイヤー、はい、2022年最も活躍したマジシャンに贈られる賞ですね。で根崎さん司会だったんですよ、これ帝国ホテルの受賞式なんですけども、帝国ホテルで、はい、まあ、でもだいぶ顔が大人になったね。そうですね、やっぱもう年を重ねることにだんだんちゃんと大人になるんだね。大人になっていくみたいですね。ねずちさんどうでしたかこの日。いやもう謎かけうまかったですね。あなんか四平さんとかけまして、うん、なんだっけ、満塁ホームラン2本と解く、その心は発展間違いなしみたいな、少しおっしゃっていただいて、うん、おーさすがさすがね嬉しかったです本当に、ね。今活動してるとこは、まあ、さっきの場所もあるし、どの辺で、もう本当の全国ですか。そうですね、拠点は浅草東洋館なんですけども、うん、本当最近はいろんな、ね、お祭りだったりとか、うん、企業パーティー、うん、もう日本中回ってますね、うんうん、あっちこっちで最近は、売れてきております。あこれはちょうど2週間ぐらい前の写真ですね、うん、場所はどこですかこれ。浅草ビューホテル。あビューホテルね、はい、お客様確か200人ぐらいいらっしゃったかな、うんうん、はい、これも企業パーティーで ものすごい盛り上がりましたね、うん、すごいね、衣装もまたいいね、凝っててね、ちょうどその着物スタイルですね。まだまだね お話を聞きたいんですけども、ちょっと次のコーナーに行かせていただきたいと思います。次のコーナーたちなみシャンソンを聞こう。ここからはですね、シャンソンとカンソーニャをね聞いていただきたいと思うんですけどもね、ヨンベさんシャンソンなんか聞くの、はい、その年でシャンソン聞きますね。やっぱ愛の参加大好きです。勉強してるね、はい、誰の影響ですかそれは。母親の影響だと思います。母親がやっぱその劇団のお芝居でなんか、うんうんうん、シャンソンを歌う役みたいなのがあって、でなんか私が赤ちゃん、うん、赤ちゃんになる前だ、お腹の中にいる時にあのラボエームを舞台で歌ってたみたいで、ラボエーム大好きだったらね、はい、いいねさ、でそういうのを身についたってことですね。そうですね、はい、今日はですね、ジャック・ブレルの、ね、反戦歌愛しかない時という曲を、ね、曲を紹介しましょう。ブレルはですね1929年にですね、ベルギーで生まれましてフランスで成功したシンガーソングライターで、作詞の素晴らしさから詩人とも、ね、言われています。50年代には、自作曲をナイトクラブで歌っていまして、その曲をジュリエット・グレコが取り上げたことで有名になりました。その後本格的なアルバムの第一弾として1956年に発表したのがこの愛しかない時になります。まあ、歌詞はですね、人々の苦しみを救いたい、戦争をなくしたい、手立ては何もなく、あるのはただ愛だけ、その愛があれば世界中の人々と手を取り合うことができるだろうという、ね、歌になっておりまして、まあ、今でもね、もう世界中で戦火が絶えない中ね、まあ、この歌は、ね、歌い継いでいかなければいけない歌だと思っています。私たち歌手も、ね、無力ですけれども、平和を願って、ね、歌っていくことが、ね、重要だと思います。では私の最新アルバム、ドラマチックシャンソンから愛しかない時をお聴きください。
私たちの遠い旅路、愛しかないその時には二人だけの愛を信じ、手を携え生きてゆこう。この世界を清めるにも愛しかない、その時には輝かしい日の光を雲の中に見つけ出そう。暗い道を照らすものが愛しかない、その時には私たちの遠い旅路、愛しかないその時には、その行く手が険しくても、二人の手で切り開こう。獅子たちの祈る歌にも愛しかない、その時にはただ一つの信じられるその言葉にすがりつこう。希望に満ちて生きるために、こそ私たちは掴むだろう。愛の世界を。今夜の素敵なゲスト、今夜の素敵なゲストは高校生芸人の石黒四平さんを、ね、スタジオにお迎えしています。引き続きよろしくお願いします。お願いします、ね、さっきは紙芝居見せてくれましたけども、マジシャンもね、はい、やってるということので、トランプ置いたいでしょ。じゃあマジックをね見せていただきたいですけれども、それではグランプリのマジシャンのショーをやります。マジック見たいですけど、じゃあ今日はバラバラのトランプを持ってきました、はい、混ざってますね、はい、じゃあちょっと軽くもうちょっと混ぜます。じゃあそしたらオグリン、うん、1枚カードを引いてください。これは難しいね。はい、洗脳されそうだね。ありがとうございます。では私後ろ向いてますので、そのトランプをカメラに見せてあげてください。はい、はい、大丈夫ですね皆さんね。ありがとうございます。じゃあ振り返りますよ。はい、よいしょ。ではお好きなとこに入れてください。ものすごい奥に入れられてしまいました。さあ今からなんですけども、うん、私四平が当てるのもちょっとなんかありきたりなので、うん、今日はオグリンに当てていただきたいと思います。本当に、はい、これからマジシャンになっていただきたくて、今日はトランプの衣装ですからね。頑張ります。そのために来てきたんだから今日はね。さあではトランプ混ざってるんですけども、だいたい半分ぐらいに分けます。半分に分けました、はいはい、どっちか指さしてください。こっちこっち。じゃあこっちを捨てます。今からオグリンさんにどんどん選んでいただいて捨てていきたいと思います。ではもう一回半分に分けます。よいしょ、大きいから大変です。さあどっちがいいですか。じゃあこっち、こっち。じゃあこっち捨てちゃいますよ。よいしょ。あ、怖い怖い怖い。まあこのマジック失敗してもオグリンのせいですか。人のせいだな。どっち、こっち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 捨てる。こっちこっち捨てちゃいます。さあちょっとあと4枚ぐらいです。あ、これ、よいしょよいしょ。はい、どっちがいいですか。こっちです。こっち、はい、じゃあこっち捨てちゃいます。よいしょ、あと、あ、2枚です。
では、ね、最後捨てる方を選んでください。こっちだな。こっち。もうすごい早いですね。早いもん。悩まない。じゃあ、オグリンさん選んだカード何でした？ちなみに2のハートです。2のハート。これが2のハートだったら私じゃなくてオグリンがすごいんです。成功です。いっぱいないの、ね、見てくれ。いっぱいないの2のハート。でもない、ね、もうバラバラでございます。う、ね、どうもありがとうございます。すごい、すごいね。緊張しないな、これ。まあ、もしだってね、間違ったら2のハートを捨てたことが、そうですね、そういう時もないのかなと。だから私はもうさっきのカード見てないので、うん、オグリンさんが合ってるのかどうかもちょっと分かんなかったっていう感じでした。ねえ、もうこうやると皆さん喜ぶでしょうね、お客さんね。はい、大受けでございます。15年間いろんなステージしてきたと思うんですけども、なんか印象に残ってるステージってありますか？はい、印象に残ってるステージですね。うん、もう全てが印象に残るんですよ、ステージって。うん、ですけど、この間の浅草東洋館でですね、うん、はい、紙袋に水を入れて消すっていうネタがあるんですよ。うん、で紙袋に水ジャーって1リットルぐらい入れるんですよ。うんうん、でぐるりんぱ吐きましたら大きな拍手って言って、でこうゆっくり逆さにするんですね。うん、そうするとなんかちょろちょろっとなんか出てきちゃって、あ、やばいって思って一生懸命こう足でね、こう水をこう拭くんですけど、で本当にね、ちゃんと私説明書通りやってんのになと思いながら、説明書、説明書通りやってんのになと思って、もう一回やりますって言ってくるりんぱって、で普段だったらもう最初から消えてるんですよ。だけど2回目もなんかちょろちょろちょろって出てきて、あ、やばいと思って、で一生懸命また足でこうね水を拭いてですね、東洋館ってあれ靴下で上がるんで、もう靴下びっちょびちょで、靴下が、うん、で3回目、皆さんすいませんね、最後はちゃんとやりますからって言って、うん、ここまでもう2回失敗してるんですけど、うん、皆さんでクルリンパっておまじないかけてくださいね、そうすると皆さんのパワーで消えます、せーの、クルリンパってひっくり返しますよね。うん、でも私もやけくそになって勢いよくバッてこう90度回転させたらですね、もう全部水こぼれて、で一番前のお客さんに全部水かかるっていう、そういうことがありましたけど。その時はどうだったんです？なんか謝ったりするんですか？いや、終わった後謝りに行きました。ただ一番前のお客さんが私のファンだったので、よかったね、なんかむしろなんかスプラッシュマウンテンに乗ったような感じで嬉しかったとおっしゃってまして、その方もすごく変わって方だったんですけど、説明書ってことはなんか販売してんの、そういうのは。そうですね、販売してるんですよね。そういうもん、秘密のマジックショップ あるんだ、はい、そんなマジックショップが、消える水っていう題名で売ってるんで。でも私それ買った次の日に東洋館やったんですね。あれなんで消えないのかなと思って。一応練習したの、家で。家でまあ1回ぐらい練習しましたけど。そういう無謀っていうの、それはどうなんですかね。そうですね、ちょっともうちょっと練習しとけばなっていう感じでしたけど、それがすごい印象残ってますね。まあね、そうやって人を喜ばせるっていうね、喜びどういう時に感じますかね。そういうこうお客さんをこういろいろ考えでしょ、こうしたら喜ぶんじゃないかとかっていうの。そうですね、うん、なんかやっぱり、うん、アドリブで喋ってて一番受けた時ですかね。あ、その時がやっぱり一番嬉しいかもしれないですね。例えばどんなアドリブでこう言ってる時は思い出あるんだか喋ってて。そうですね、例えば、うん、なんか私がさっきみたいにマジックやるじゃないですか、うん、でお客さんがなんか今ちょっとシャッフルの混ぜ方ちょっとなんか今違う、あれなんか変じゃないみたいな、でなんかマジシャンがドキッというようなこと言うんですよ、うんうんうん、いろいろ一生懸命やってるんで、ね、私はなんか今一番下に選んだ方だったけどなんかあれなんか変だよねって言われた時に、うん、ちょっとあんま余計なこと言わないでくださいよって言った時のドカーンと受けた感じとか、なんか一応ある程度やっぱショーってセリフ決まってるじゃないですか、うん、言うこととか、うん、でもそういうこととか別にアドリブでドーンって受けた時はすごいやっぱ嬉しいなって思いますね。なるほどね。で本当にね、楽しませるのはね、私もねこの前木馬亭でね楽屋がマジシャンの方と一緒になりました。はい、ね、そうなんですね。出かける時はすぐ出てくる時はすごかったよ、まあ、一個なんかいろんなものがパツンパツンに入って出てって、あ、帰りはスーッとなって出てくるけどね。そうです。だからそういうゆったりしたファッションなんでしょ、どっちかっていう。そうそうですね、この服もなんか結構ダボダボなんでね、いろいろ仕込めそうな感じがします、ね、結構仕込んいろんななんかね
ね、糸がチラチラ見えてたりとか、あ、こんなことやってるんだって、そうです、ね、同じ学校だから、まあ、一応隠れながらやってるんだけど、はい、チラッと見えちゃうじゃん、そういうのがでも大変じゃないですか、ね、やっぱりこう、ね、完璧に見せなきゃいけないから、なんかそうですね、まあでも、うん、マジック私やっぱ失敗しちゃうんですよ、うん、でもなんか失敗した方がなんかウケるから、最近なんかあえて失敗しちゃうことも多いですけどお父さん完璧なの？父はもうずっと失敗してますそうだ、ね、若い頃は失敗しなかったけど、最近は本当にわざとじゃなくて本当失敗するから、だから父親とコラボで3ペイ4ペイでやるときなんかは、うん、なんかずっと失敗してるから、うん、ちゃんとやってよって今日ガチで言うとドーンってウケるっていうでも今日私一人でやるねとか言うとドーンって受けるみたいな感じですねまあね、四平さんも今3月ということで高校生芸人がもう言えなくなっちゃうねそうだそういえばもうすぐ言えなくなっちゃいますね、3年間これからどうなん、どうなんの、高校、そんな高校生芸人取れちゃうとなんか寂しくない？そうですね、肩書きがだからなくなるわけですから、うん、だから高校生芸人からただの芸人になっちゃいますよね、うん、そんなもう面白くもなんともないからだからなんかフィギュアスケーターとかがいいかもしれないですね、なんかね、そっちの方が面白いかもしれない。なんだフィギュアスケーターってフィギュアスケーターマジシャンとか言ってなんかフィギュアスケーターやる、はい、だからあのやっぱ基本的にね、うん、あの受けることもありますけど、うん、なんかたまに滑ることもあるんで、だから滑る芸人っていう意味でフィギュアスケーターマジシャンってやっとけば、ね、滑った時もうなるほど、ね、で私フィギュアスケーターだからって言えますよね。なるほどね。そしてなんか歌も今やってるらしいじゃない。はい、私声楽を最近習い始めまして、なんかショーに歌を取り入れたいなとか思ってます。うん、どんな歌を歌う？そうです、例えばバラバラのトランプがありますみたいな感じですか今もネタやんないですけどそ, そんな感じで、もう待ってたんだけどなかったね前ね、なんかそういえばエルビス・プレスリーなんかね、はい、歌ってるみたいな画像がありましたけどね、これだって。お、そうなんです、最近プレスリーのモノマネを始めまして、拡大できるこれね。これね、私サングラスかけてもう別人みたいになってるけど、じゃあみんなもなんかどういう反応していいか分かんないですよ、なんか困ってましたね。マジックしたいの、これ一番最後の、うん、シーンなんですよ。単独ライブ1時間で一番最後に歌うんですけど、今まで石黒四平です、はい、ロープが同じ長さになりました、うん、はい、今度は選んだカード、うん、はい、当たりました、うん、はい、ここからはエルビス・プレスリーですっていうから困るよね。あれ、マジック見に来たのになんかいきなりコスプレしだしたって言ってお客さんも困るよねみんな困惑してましたねうんうん、うん、あれさっきもなんか違うねみたいな感じ、ね、そんなね、この楽しい四平さんのステージどこで見られるかちょっとここでねご案内をしましょうよ。はい、ね、告知させてください、はい、出てきますかね。やっぱまあ本当ね、東洋館とかにも私よく出てますし、うん、だ東洋館のホームページチェックしていただきたいんですけども、どれくらいの割合で出てるんですか東洋館は？そうですね、基本的に2ヶ月に、1,2 回ですね。2ヶ月に 1,2 回はい、まあ、意外と少ないですけども、まあ、今度の東洋館は2024年4月12日金曜日、うん、ビッグボーイズと愉快な仲間たちというね、イベントで、私ビッグボーイズさんって方とすごい仲がいいんですけども、うんうんうん、メンバー豪華じゃないですか。いや、ナイツ、花輪、すごいじゃないですか。はい、で親子出てるの、夢の親子出演夢の親子出演って書いてますけど隣も夢の元夫婦出演ってなんかさなんかいろいろとよく分かんない感じですけども、キープランニング、そうですね、結構浅草では有名な方も、ね、そうですね、安いね、前売り3,000だもんね、安いよね。花輪さんとかね、あの売れてますから出てるのね、すごい安いね。多分浅草ならではだと思います。場所が東洋館ね、はい、当日券も一応ある3500円で売ってますの で, で、うん、本当もうすぐ完売しますので、チケットが、うん、なるべく早く、0903549-0677に電話していただきたいと思います、はい、ぜひねお願いします、はい、他にもありましたっけ、何か他にもいっぱいあるんですけども、ちょっと私物忘れが激しくて忘れちゃったので、そうだ、ね、ぜひあの私のツイッターとかでチェックしていただきたい、うん、こんな 番組持ってるの、四散歩だって番組やってまして、 YouTube 番組なんですけども、うんうんうん、東京都葛飾の魅力を伝えるロケ番組でして、うんうんうん、まあいろんなお店で食レポしたりとかやしてますね。葛飾なんかゆかりがある？あの単独ライブのさっき
いっぱいチラシの写真あったと思うんですけど、はいはいはい、あれ全部葛飾区なんですよ、うんうん、でそれで葛飾で毎月ライブやってたら、うん、やっぱ葛飾のファン増えていきますよね、うんうんうん、それでなんかなんだろう葛飾で番組持てるようになったって感じですかね。パーソナリティが出る、はい、すごいね、いろいろやってるね、いろいろやってます。あとちょっと4散歩見てみますか。4散歩は見れますか。なんかせっかく一番最新の動画、着物を着てるやつみたいなのがあ あるみたいですけど、じゃあ着物着るやつじゃあお願いします。はい、4散歩ね、私日本で一番食レポベタな芸人としてやってますので学ランなんだね。学ランなんです。ちょっとワイプ消していただいてもよろしいですか。新井真美です。新井真美さん、はい、ということは真美ちゃんですね。いろいろ和服売ってるんですかね。ちょっと一回着てみていいですか。あ、どうぞどうぞ。なんか似合いそうです。反転ね、反転だね。苦学生、苦学生面白い、ね、なんかドラえもんになった気分で、なんかよくわかんないこと言ってますけども。綿、これおいくらですか。1万1000円か。いいやつなので、ちょっと値段高かったっていう。いいじゃない、昔よく着てたアイドルね。創業70年の着物さん、こうやって店を紹介していくです。ナレーションもいるんじゃん、ジョニー前田さんが。ナレーション私です。自分かい、はい、自分でやってます。で編集も私なんですよ。結構文字入れたり大変じゃないの、ね、そうですね。私通信制の N 校っていう高校で、うん、そこがすごいこういう編集に特化した学校なので、学校で学びましたね。じゃあ4散歩、続きはぜひ YouTube チャンネル見ていただきたいと思います。欲しいと思いますけどね。ありがとうございます。そして、ね、これから大きな夢を持ってるようじゃないの。はい、私はラスベガスでショーをするのが夢で頑張っております、うん、ラスベガス、はい、行ったことある。ラスベガス去年の9月1ヶ月間行ってきまして、うん、で本当いろんなマジシャンのショーを毎日見たんですね、うんうん、でやっぱりああいう人々、ああいう方になりたいなって思いました。あのマジックで億万長者っていうね、夢ですね。まだ稼ぐのかい、はい、まだまだこれからで48だもんね。これからもう億万長者になります。英語は大丈夫なの。英語は、英語はもう最近毎日あのレッスンしてもらってます。本気でラスベガスに行きますね、はい、これから楽しみだよね。そうですね、よかった今のうちに出てもらえてね、はい、もうこれから大きくなっちゃったらとても出てくれないと思いますからね。多分そうです。でも本当オーグリンとは今後も仲良くさせていただきたい、ね、ぜひ私もラスベガス行きたいなと思ってますけどね。いいですね、じゃあ一緒にコラボでショーとか、ねね、まあ、その前になんか葛飾の番組お時間あったら出させてください。承知いたしました。ぜひよろしくお願いします、ね、しまあ、番組のねいつものテーマなんですけどもね、人生を楽しむコツ、もう18歳の人に聞くのもなんですけど、18歳の方に人生を楽しむコツは何でしょう、はい、コツ、人生を楽しむコツはですね、うん、なんだろうな、うん、ないですね。ない楽しむコツを考えないのがコツなのかなと思いますけど。楽しむコツ、まあ、今十分楽しんでるもんね。そうですね、だから、うん、なんか最近人生楽しくないなって時にちょっとコツは考えたいと思います。今はもう毎日楽しいので、あの、はい、これからますますね頑張ってほしいと思います。そうです、成長が楽しみです。もうラスベガスではもう世界の人になるよ。はい、ね、では皆様お待ちかねのコーナーに行きましょう。今夜のちょっといいプレゼント。さて今夜のねちょっといいプレゼントは甲府市中央にあります蓬莱軒さんから、お家で蓬莱軒をですね3名様にね、いただきました。こちらですね、家で楽しめるというねラーメンですけどもね、蓬莱軒さんですけども今年創業60周年を迎える老舗の中華料理店で、全国で初めて戦前に食べられていた品そばを復元したお店として知られています。その味は幅広い世代の方に愛され、これまでに全国のラーメン屋100選や日本テレビ全国名店77選に選ばれるなど数々の受賞歴を誇っています。お店は3度の移転後、現在はカウンターとテーブル、小上がりを合わせて70席もある大きな店舗に変貌を遂げ連日にやっています。お客さんのほとんどが注文するという品そばはシンプルながらも王道をいった醤油味でさっぱりした味わいが特徴。チャーシューとメンマは食べ応え十分の大きさで男性のお客さんも満足です。スープには深みのある濃い醤油が使われ、継ぎ足しの出汁は企業秘密だそうです。品そばに次ぐ人気メニューの餃子は皮厚で肉汁があふれ出るほどジューシー。
店長曰くこちらもシンプルにこだわっているそうです。まあ、そんな蓬莱軒の味をね、家庭でも気軽に楽しめるのが今日のプレゼントのね、おうちで蓬莱軒で、開発業者と4度のね味調整を重ね、お店の味にほぼ近づけたということです。まあ、ただしね、メンマやチャーシューなどの具はついていませんので、自分のねお好みの具でね、蓬莱軒の味を楽しんでほしいですね。またね、餃子も冷凍食品としてお店のオンラインショップでね販売していますので、セットで食べてみるのもねいいと思います。まあ、ちなみにねこのパッケージが、アメリカンなのはですね、もう店長がアメリカンテイストがね好きだからだそうです。初代の山下岩尾さんから、6年前にお店を引き継いだ、ゆうやさんはですね、以前はメニューを増やそうと考えていましたが、今は先代から受け継いだ王道メニューをまっすぐに貫いていきたいと思います。まだまだ父も母も頑張っているので負けずに頑張っていきたいですとね話してくれました。ということで今月は蓬莱軒さんからおうちで蓬莱軒を3名様にプレゼントします。応募はメールでお願いいたします。住所、氏名、電話番号、番組の感想を書いていただきまして、素敵な人とgmail.com にお送りください。締め切りは4月の12日金曜日のとなっています。どしどしとご応募をお待ちしています。さてね、あっという間の50分間でしたけども、はい、どうでしたか。早いです。早い、10分ぐらいの感覚です、ね、本当にあっという間になんかいろいろ生で見てるとね、はい、すごいなと思いますね。あの本当はもっとこう隣だからもっとじっくり見れるセッションは見たかったんだけど、はい、確かに。じゃあそれはまた来週ということで、種が分かりそうな、そういうのまた来週1ヶ月1回しかないからね、この番組。そうか、そうなんだ、1ヶ月に1回。その顔がいいね、また動きがね、もうさ3歳から身についてるの、それ。そうですね、父親がやっぱ顔芸なので、うん、私も顔芸になっております。まあ、シャンソンもね顔芸と言われてますけどね。そうなんですね。どっちかと一人芝居だからね、歌でねあの芝居をしていくみたいなね歌になるんですけどもね。ちょっとここでね私のね宣伝もさせていただいてよろしいでしょうか。はい、4月の14日になります。日曜日ですが、午後2時半から、JR 静岡駅徒歩5分にありますライフタイムで小倉浩二コンサート in 静岡を開催します。チケットはワンドリンク付きで3500円です。お時間いただけます方、お近くの方ね、ぜひいらしていただきたいと思います。本当に静岡駅のね、本当に近くですからね、ぜひお越しいただきたいと思います。いや、これちょっと見に行きたいです。それでさてですね、番組では皆様から感想や温かいメッセージをお待ちしています。メール、素敵な人と @gmail.com までどしどしとお寄せください。もう皆様メール待っています。もう四平さんに宛てのメールでも結構でございます。私が転送しますのでね、ぜひ送っていただきたいと思いますけどね、はい、もう本当にいろいろと話聞きましたけども、ね、これから、ね、だから本当やりたいことが多すぎるんですよ ね、うん、ね。だからまあ、うん、先ほどラスベガスのショーが夢って言いましたけども、うん、その前にもう一つ夢があって、うん、日本武道館公演なんですよ。叶いそうだね、すぐね。はい、これはすぐ叶うと思ってて、で一応2033年を目標に一応頑張っておりますので、あと9年後だね。はい、でやっぱり単独ライブもやっぱやってると、うん、やっぱファンどんどん増えていくんですよね。なんかもうこれだけ満員できるんだったら、もう近いじゃんと思って、日本武道館も、うんうん、だ多分あと9年後なんですけど、間違いなく満員にできます、うん、日本武道館は。だからゲストでぜひあのオグリンも出ていただきたいなと思います。本当ですよ、私イリュージョンで消してくれ、消してくれないのか。そうですね、オグリンを消すマジックをちょっとやりたいと思いますでもちゃんと戻してね、どっか行っちゃって消えちゃったなんてねね、ますます日本のね、エンタメも変わっていくでしょう ね、 もうね、はい、変わっていくと思います。ラスベガスからどんどんそういう新しいものをね入れてね頑張っていただきたいと思いますけどもね。そうですね、あ、ぜひ私のホームページ出てますので、ぜひ4ページで、はい、あの検索していただけたらホームページ出てきてですね、ぜひお問い合わせから私いろんなお祭りとか企業パーティー行きますので、うん、応援してください。そういえばね、私と4ページさんがね出会ってる写真があった。あ、これちょっと最後に見せてほしいんですけど、ありますかね。そう、実際会うのは今日初対面なんですけども、そうそう、台湾でなんと私と会ってるらしいんですけどね。そうなんです、その写真がありますかね。私3月1日から6日まで友達と台湾旅行行ってたんですね、うん、でそしてなんか裏通りでちょっとなんか歩いてたら、うん、なんとオグリンがいたんですよそうなんで、台湾に私のポスター貼ってあったのね。あれオグリンだと思ってすごい偶然だよね。はい、はい、ね、びっくりしちゃいました台湾でも本当すごい
有名なんだなと思って。私も地道に頑張ってますよ。ラスベガスとはいかない今でもね。さてね、次回は4月27日のね放送になります。6時からです。女優の白洲恵子さんをスタジオにお迎えします。ぜひね楽しみにしてください。今夜の素敵なゲストは高校生芸人の石黒陽平さんをお迎えしました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ではまた次回まで皆さんごきげんよう。できできさすがだね、若いね。